新喜劇見てくれた人全員マブダチナーのコーナー、イエーイ。さあというわけで今回のゲストはこちらでございます、今別府直行さんです。お願いします。よろしくお願いいたします。もうね、ほんとお兄さんよろしくお願いいたします。もよろしくお願いします。もうだんだんとね、うん、秋になってきましたよね。そんな言うゲストいないよ。そうですか。季節のこと触れたの初めてですよ。もうでもね、だんだんとね、今年も終わっていくんだななんて、ね、確かにね、やっぱりもう気づいたら、だってこの前もう年明けたのかななんて思ってたら、もう9月の後半。今日のまああのスポーツニッポンさんの吉田豊君のコラムを読んだんですけど、おうおうおう、吉田豊君はあのもうね、あの気温ももう9月28日秋らしくなってきましたねって、でも今日27度ありましたね、まだまだ暑いのに、まあ、吉田君って本当季節感ないなとかと思って、なんかこう何でもすぐ決めちゃうんだなと思って、なんかそんなの面白い人だなと思って、こうなんかオープニングトークとさせていただきます。させていただきませんよ。今日はなんか持ち込み企画があると。こちらでございます。ドン。お、今後の人生プランでございます。え、何、結構真面目な話。千葉兄さんも僕もです。もうアラフィフでございます、うん、え、おいくつでしたっけ。もう50でございます。もう 50?50 です、お兄さん。そうか。で、私がもう、今年47の年ですから。はい、このトークテーマを持ってきたにもかかわらず、うん、今まで何も考えてこなかったんで、こんな人生になってしまいました、僕は本当に。いやいや、そんなことないですよ、ね、胸張っていい人生だと思いますよ。結婚もまだしてませんし、うだつの上がらないこの人生ですし。結婚ね、それに関してはもう私も何も言えないからね、はい、でもなんかこうお兄さんの焦りをさっきちらっと僕は垣間見ましたよ。垣間見た。この収録前、はい、スタジオに入ってきて、うん、ディレクターさんに、え、髪の色変わりましたね、欲しがってるなって増えてるなっていう。そんなつもりは一切ないですよ、千葉は。身内行っちゃダメですよ。身内行ったら吉田豊と同じですよ。ちょっと待って、あ、奥さんね。そうですよ、新劇座員ですからね。清水博之と同じですよ。いいじゃないですか、別に、まあ、結婚まで行ってんだからいいと思いますよ。川端康さんみたいなレアケースもあるわけですから、身内行って結果離婚するっていう。僕はですね、石にでもかじりついてでも新喜劇に残ってですね、60ぐらいで20代中盤の人と結婚して、今別に動き出したらいいじゃん、60なんて言わないでさ、はい、50歳の時点で気に入ってる女子座員はいるの。あ、います。誰。坂田響です。あー、もう若いよ。え、あの子何歳だっけ。21、23だと思う。123、はい、本当はもう知ってんでしょ。何ごまかしちゃって。新喜劇ネクストの収録の帰り、あのタクシーで一緒なんで、うん、あの いろいろ聞きまくって、聞きまくって、ね、掘り葉掘り、ね、掘り葉掘り。どうなの、喋った感じは。あの全然話合うなと思います。気持ち悪い。座員だからね、このチャンネル見てる人多いですから、ちょっと一言言っといた方がいいんじゃない。ひびきちゃん、君が入団した時からずっと気になってました。あの横島な気持ちなんて全然ありません。まずはあのお食事から一緒に行ってください。よろしくお願いいたします。おお、これマジだわ。マジですよ、うん、直接言ってみたらいいじゃん。なんかキモみたいな顔されたらこう気持ちはわかるよ。わかります。あの我々のようなおじさんになると、はい、本当に傷つきたくないんだよね、はい、傷つきたくないです。もうね、若い頃なんてね、すごいとんでもない軽いステップでナンパしてましたよ。そうですよ、本当に、はい、僕なんて新宿の歌舞伎町でね、はい、同期の芸人たちとね一緒にね、はい、あの新宿駅のね、はい、こう駅のねちょっと外にある柱がパンパンって並んでるところ、柱でこうやって本当に寄っかかってね、はい、なんか小粋のトークをこう同期と話しながら、こっちに可愛い子が通ったらじゃあ行ってくるわっつってバーッつってでナンパしてダメだったわみたいなって平気でやってたのが、もうこの年になると全然足が動かない。もう告白なんてもう無理だね。告白どころか今別府ちゃんが言ってた、今度食事でもなんて断られたらどうしよう、やめとこう、ね、恋愛以外はどうなんですか。恋愛以外はですね、もっと貯金を増やしていきたいです。おお、今は結構貯金はあります。え、額は言えない。言えます。言えるの。言います。え、いいの、こんなところに。全然言っていいです。本当に、はい、大丈夫なの。はい、え、教えて。750万です。すごい。いや、男として750万あるっていうのは素晴らしいこと。俺そんなんないの。え、千葉さん言えますか。俺言わない。言わない。人生プランはもう発表できましたか、全部。まあ、あの、まあ、いや、言ってないよ。先輩いじりしかしてないよ、今日。家はちゃんと2軒あるんです。
え、尼崎と鹿児島とあるんです。長男で一人っ子なんで、うん、もう全部僕のものなんです。遺産争いせず全部僕に入って、土地も含め。本当我こそはっていう方、そうです、 YouTube のコメント欄に、はい、コメントいただいて、はい、結婚を前提にお付き合いしてみたい、もしくは一度会ってみたい、はい、っていう女性、コメント欄に、どしどしご応募ください。まあ私も含め別府ちゃんも、はい、あのこのアラフィフのおじさんたちが無事嫁を見つけることができるのかっていうのをね、皆さんね、追っかけてみてはいかがでしょうか。まあ、あともう一人清水健二さんという方もいらっしゃいますからね。あれは無理今週の新喜劇の見どころを紹介してください。これぞ青春の吹奏楽部、お酒井座長の回でございます。なるほど、楽しそうなタイトルでございますけども、めちゃくちゃ楽しいですよ、はい、見どころはこちらでございます、はい、吉本新音楽喜劇でございます。どういうことですか。もう酒井座長の新たなる試み、挑戦でございます、うん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 、まあ、新喜劇というお芝居の中で楽器ボケ、音楽ボケをもう散りばめております、うん、もう吹奏楽部が舞台ですから、じゃあ結構本当に本物の楽器を演奏してる、はい、はい、もう楽器ももうね、6人7人がもうちゃんと楽器を持って弾いております。あの演奏できる座員さんが多いですもんね。はい、もう器用な方が多いですから、うん、吹奏楽の曲を奏でる部分の練習だけやったりとかもしたってこと。あのやっております、皆さんも。あ、これはすごい、はい、見たい。事前に練習をやってですね、うんうんうん、本番も臨んでおります、はい、見ていただけたら分かるんですけどもですね、はいはいはい、もうあ、こんなボケもあったのかみたいな感じのボケがですね、あ、もういつの間にか全部言ってたんだ。いつの間にか全部言っております俺まで一番上の話してんのかと思ったらいつの間にか全部言ってたの会話とともにあの認め参考と続いているんでございますちょっと新しいタイプですね。なるほど、ぜひともですね、皆さんご覧ください、はい、よろしくお願いいたします。音楽ボケが注目でございますので、はい、皆さんお楽しみにでございます、はい、というわけで今回のゲストは今別府直之さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。